はい、おはようございます。ただいまから阿波良市長定例記者会見を始めさせていただきます。それでは市長よろしくお願いいたします。おはようございます。マスクを取ってお話しさせていただきます。福井県は4月16日に感染拡大特別警報を発令いたしましたが、それ以降も新型コロナウイルス感染が急拡大し、4月22日には福井県緊急事態宣言が発出されております。変異株による感染が増加傾向にあり、4月以降県外への移動による若年層の感染者が目立ち、阿波良市におきましても4人の感染者が出ております。明日からは大型連休も控えておりますが、県をまたぐ不要不急の往来は控えるようにお願いいたします。阿波良市では75歳以上の後期高齢者を対象とした新型コロナウイルスワクチン接種を5月19日水曜日からスタートします。今後の感染拡大を食い止める切り札として期待されるワクチン接種事業の進捗状況につきましては後ほどご説明させていただきます。さて、5月17日月曜日午後1時半から阿波良温泉駅西口立体駐車場の竣工式を行います。年始めの大雪に見舞われ工期が若干遅れましたが、11ヶ月の工事期間を経てようやく完成いたします。なお、供用開始は竣工式当日の午後5時としています。この西口立体駐車場は2階建て3層、収容台数は車300台、駐輪場に自転車101台、バイク12台で、利用者は阿波良市だけではなく堺市、福井市北部、永平寺町、さらには勝山市などの約16万人を見込んでおります。また駅利用だけではなく駅前商店街でのご利用や駅周辺で開催されるイベント等にお越しになる際にはぜひこの西口立体駐車場をご利用いただきたいと考えております。なお、これに伴い休止していた東口駐車場の月決め利用を6月1日火曜日から再開いたします。最大で60台分を募集する予定です。こうした中、いよいよ東京2020オリンピック聖火リレーが阿波良市にやってきます。5月30日日曜日の午後、市民2名を含む10名の聖火ランナーが温泉街を走ります。阿波良市商工会阿波良市商を出発地点として阿波良湯の町駅がゴールとなります。市独自の盛り上げとして、地元の子ども太鼓として活動している足原太鼓による演奏や子ども園の園児による応援が行われます。またリレー終了後には阿波良湯の町駅に隣接する湯の町広場において聖火リレーを記念した八重桜の植樹式を開催いたします。新型コロナウイルス感染対策をしっかりと講じながら実施する予定ですので、市民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。それでは令和3年度一般会計補正予算第1号についてその内容を説明いたします。児童扶養手当受給者等を対象とする子育て世帯生活支援特別給付金の給付に要する経費、新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費のほか、阿波良サマープレミアム付き商品券の発行に要する経費に対する補正予算を4月16日付で専決処分いたしました。今回の補正予算では1億1273万1000円を増額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ154億3273万1000円としています。まず国の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業についてです。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、
低所得の子育て世帯では負担の増加や収入の減少など心身等に大きな困難が生じていることを踏まえ、早期に給付金を支給するものとなっています。給付対象者は令和3年4月分の児童扶養手当受給者と支給を受けていない人で、支給制限限度額を下回る人および住民税非課税の子育て世帯です。給付額は児童1人当たり5万円となっています。なお対象者は690人と見込んでおり、事務費を含む総額3750万円を計上しています。次に新型コロナウイルスワクチン接種事業についてでありますが、令和3年度当初予算においてワクチン接種にかかる医療従事者等の委託費として事業費1億2759万8000円を、またコールセンター等における人的体制の確保や接種実施体制の調整準備等にかかる事務費3740万2000円の総額1億6500万円を計上していましたが、接種実施体制の調整確保に要する事務費の不足により事務費2723万1000円を追加で計上し、総額1億9223万1000円としたものです。最後にあわらサマープレミアム付き商品券発行事業について申し上げます。この事業は感染リスクに不安を抱えながら生活する市民の皆様への家計支援や新型コロナウイルス感染症の感染拡大により落ち込んだ市内小規模事業者や宿泊事業者等の需要喚起を目的に8月から10月を期間とするプレミアム付き商品券を発行するものです。この商品券は1000円券12枚綴りを1冊として1万2000円分を1万円とする1万9500セットを販売するほか、1000円券6枚綴りを1冊とした6000円分を5000円とする1000セットを販売いたします。商品券の購入につきましては申し込みが必要となりますが、広報あわら6月号および新聞に申し込みチラシを織り込み配布いたします。商品券の購入申し込み期間は6月15日火曜日から7月7日水曜日までとし、申し込み多数の場合には抽選を行い、当選者には当選決定通知を発送します。その決定通知をもって7月26日月曜日から8月13日金曜日までにの間に商品券の発売を行います。商品券の利用期間は8月1日から10月31日までの3ヶ月間です。発行総額2億4000万円のうち4000万円がプレミアム分となりますが、事業費といたしましてはプレミアム分の4000円と事務費分800万円の総額4800万円を見込み予算を計上しています。一方歳入については子育て生活支援特別給付金給付費補助金や新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金のほか、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金3次分を計上しています。以上が補正予算第1号の概要となります。次に小林化工株式会社に対する助成金の返還命令について申し上げます。市では同社の精麻第一工場及び精麻第二工場の増設に対して総額6億円の助成金の交付を決定し、このうち5億円を分割払いにより現在までに交付しています。同社は医薬品医療機器等法違反により2月9日付で県から業務停止処分を受けたところですが、市では今回の法令違反を重く受け止め、あわら市企業立地促進条例及びあわら市補助金等交付規則の規定に基づき、
4月12日付で返還命令を発出し、助成金約2億7000万円の返還を求めました。またこの返還額に年率 10.95% を乗じた加算金約1億3000万円を加えると、その総額は約4億円となっています。返還については雇用維持等への影響を考慮し、全額の返還ではなく両工場の助成対象資産のうち、違法操業が行われていた造成時から60日間の業務停止命令期間までに減価償却された資産相当額を助成金の返還対象とする一部返還といたしました。同社からは返還命令日である12日付で助成金の返還金が納付され、加算金についても15日付で全額納付されています。なお助成金の返還につきましては、福井県におきましても同社の両工場の増設に対して総額6億円の補助金を交付しており、市と同じく12日付の返還命令により加算金を含め総額約5億2000万円の返還を求めております。次に新型コロナウイルスワクチンの接種について申し上げます。新型コロナウイルスワクチン接種は全国的に65歳以上の高齢者に対して進められています。福井県では高齢者施設等におけるクラスター対策や重症化リスクの軽減を優先する方針により、施設の入所者及び施設の従事者から始めることとされました。あわら市では金津ひばりが丘寮において4月13日から接種が開始され、順次14の高齢者施設で接種を進めてまいります。また施設入所者以外の高齢者に対する接種につきましては、まずは重症者リスクの高い75歳以上の後期高齢者を対象に5月19日水曜日から集団接種を開始いたします。施設入所者を除く4355人の該当する方には4月26日今週の月曜日に接種券を発送し、本日4月30日午前8時30分から予約を受け付けています。接種会場は農業者トレーニングセンター、北方公民館、本庄公民館、中央公民館、坪江公民館、細野木公民館の6か所となっています。接種券に同封された行政区ごとの接種日カレンダーおよび予約方法が記載された桃色のチラシをご覧いただき、コールセンターに電話をいただくか、ウェブサイトから予約をしていただきますようよろしくお願いいたします。なお本日から接種の給付が始まっております。現在コールセンターには予約やお問い合わせがすでに行われてきております。一部電話がつながりにくい状態になっているかもわかりません。ご家族等の協力がいただける方はウェブサイトから予約していただきますようお願いいたします。またワクチンの供給量や会場での接種人数に限りがあるため、ご希望の日に予約を受け付けることができないことも予想され、しばらくお待ちいただくこともあるかと思いますが、接種を希望される方には全員接種させていただきますので、安心してお待ちくださるようお願いいたします。また65歳から74歳までの前期高齢者の接種開始は6月20日からの予定で、保健センターと中央公民館をメインの接種会場としています。5月26日に接種券を発送し、6月1日から予約の受付を行いますが、75歳以上の方と同様に接種券に同封された行政区ごとの接種日カレンダーや予約方法が記載された桃色のチラシをご覧いただき、電話またはウェブサイトから予約していただくこととしています。なおあわら市では
集団接種を基本としておりますが、基礎疾患などをお持ちの方はかかりつけ医にご相談の上、集団接種かかかりつけ医での個別接種かをお決めいただくことになります。かかりつけ医での個別接種は6月2日からの接種を予定していますが、医療機関によってはそれぞれ予約方法や接種日が異なりますので、希望する方は直接医療機関にお問い合わせいただきたいと思います。なお、65歳以上の高齢者に対するワクチン接種は7月末までに終わることとし、一般の方に対するワクチン接種は8月開始を目指したいと考えております。次に、2020インターナショナル小倉百人一首カルタフェスティバルの開催についてご説明いたします。昨年5月の開催が延期となっていた2020インターナショナル小倉百人一首カルタフェスティバルを本年6月6日日曜日に内容を変更して実施する予定です。このカルタフェスティバルは全日本カルタ協会、東京都文京区、滋賀県大津市、そして阿波羅市の4社が連携して実施するイベントで、東京2020組織委員会が公式文化プログラムとして実施する東京2020日本フェスティバルの共催プログラムの認定を受けています。阿波羅市ではオリンピック・パラリンピック記念阿波羅世界大会という名称で、今年は海外コロナ感染のこともあり、海外からの選手ではなく国内に在住する外国籍の方を対象に個人戦の大会を実施いたします。選手の皆様には着物と袴を用意しますので、和装で試合に臨んでいただきたいと思っています。また競技カルタの普及発展を目指し目的として国内選手の D 級の部門も設けます。6月5日土曜日、6日日曜日は小倉百人一首競技カルタ第53回全国女流選手権大会も合わせて開催いたします。5日は B 級と C 級、6日には A 級のタイトル戦を実施いたします。今回は各部門とも人数制限を行い、清風荘の複数の大広間を活用しながら、全日本カルタ協会が定める感染症対策のガイドラインなどに基づき、対策を万全にして実施する予定です。ただし、首都圏や近畿圏での緊急事態宣言、あるいは本県の感染拡大状況によっては、試合を中止し、オンラインにより競技カルタの魅力や世界中に散らばるカルタ愛好家の活動の様子、福井県内にあるカルタゆかりのスポットなどを世界に向けて発信する内容に切り替えたいと考えております。次に、6月12日土曜日から20日日曜日にかけて開催を予定している阿波羅北方湖畔花菖蒲祭りについて申し上げます。この花菖蒲祭りは昭和61年から始まり、今年で34回目となります。昨年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため祭りの開催が中止となりましたが、今年につきましては実行委員会で検討を重ね、感染症対策を十分講じて開催されることになりました。会場となる花菖蒲園は6月上旬から約1ヶ月にわたり300種200万本の花菖蒲が咲き誇ります。祭りの開催内容につきましては、地元の名産品、例えば果物、うな丼、スイーツなどや古城遊覧などを予定しております。通常行っております伝統芸能の発表などのステージイベントは中止となります。なお、今後の国や県の緊急事態宣言の状況により
先ほど申しましたように開催中止等の判断を行うことがありますので、ご了承いただきたいと思います。次にあわら市職員の採用について申し上げます。あわら市では令和4年4月採用予定で、職員採用候補者前期試験を実施いたします。採用予定人数は一般行政事務に従事する職員が4人、土木に関する専門的業務に従事する職員が2人、資格専門職として社会福祉士1人、介護支援専門員1人の計8人です。急速に進む人口減少や少子高齢化、多発する大規模災害など、社会を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。また、多様化・高度化する市民ニーズに柔軟かつ迅速に対応するため、新しい発想で課題解決に果敢に立ち向かうチャレンジ精神を持った職員を求めています。市民とともに夢や希望を持って笑顔で元気に暮らす、誰もがときめくあわら市を実現するために、あわら市を愛し、夢と志を持った皆さんからの応募をお待ちしています。ぜひこの機会にお申し込みいただきたいと思います。最後に、DX 推進室の設置について申し上げます。あわら市においては DX、デジタルトランスフォーメーションを積極的に推進し、新技術を活用することで地域課題を解決するとともに、新たな価値創造につなげ、地域住民が安心しワクワクしながら生活できるまちづくりを目指すため、その推進体制の一つとして5月1日付で政策広報課内に DX 推進室を設置いたします。室長には政策広報課長を、副室長には財政課長及び文化学習課長を、また室員には政策広報課の職員5人を兼任で配置いたします。なお、今後 DX の推進につきましては、5月中旬に私を本部長とするあわら市 DX 推進本部を立ち上げ、あわら市 DX 推進計画などを策定し、 DX 人材の育成や関連事業の推進をあわら市全体で進めていくこととしています。私から皆様にお伝えするのは以上でございます。これで定例記者会見を終わらさせていただきます。なお、次回の市長定例記者会見につきましては5月24日、月曜日午前10時から予定しておりますので、どうぞよろしくお願いします。